今回は岬を狙って釣りに行くと。はい、でワンチャンタイが釣れるらしい。はい、タイ釣りたいですね。タイ釣りたい。タイ釣ったらもうそれはもうね、さばいて、まあ岬もさばくけど、釣ったらもうさばいて食いましょう。はい、あ、家帰ってね、楽しみだ。行くぞ。はい、というわけで今回さばくのはこちら、ババーン、アジ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 、サバ。サバはどうしようかな。サバは焼きかな。焼きだね。アニさんの巣窟やからね。確かに。今回の動画はアジだけさばいていきます。うん、アジを何するんですか。アジをさばいてお刺身にして、うん、まあちょこっと食べて、うん、あとはちょっと醤油漬けにして、うん、丼にして食べたいなと。うわ、最高。ねえ、ちょっとつけて。いいですね。うん。それでは早速、さばいていく。怒られたらいいのに。どうですか？あ、綺麗じゃね、なんか。おいしそう、おいしそう。スペシャルな皿をそなたに授ける。やったー、スペシャルな皿。それに盛るだけでたちまち美味しそう。スペシャルな皿。俺美味しそう。ほら、ここにね、イメージして、ここになんか花とか緑があったらもう完璧です。イメージで保管してください。イマジネーション。はい、我が家にはそういうものがないので、皆さんそれぞれイメージしてください。ここにあるということを。ほら、ほら、美味しそうでしょう。合成を作ってください。じゃあつけていきます。てん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 。せっかく綺麗に盛ったけど、結局ここに入れるんかーい。醤油、醤油をこれくらい入れたら、酒とみりんを入れるんですけど、加熱してから入れた方がいいと思うんで、時短ということで白だし。ババーン。時短じゃなくて、うん、めんどくさいだけやろ。そうとも言う。これを、まあ、これしょっぱいんでね、うん、こんなもんかな、うん、で、生姜結構多めに入れます、うん、多めが美味しいんでね、うん、よく混ぜてこれで漬け込みます。はい、うわ、楽しみ。今一晩経ったので食べようぜ。うぃー、楽しみ。どんぶりにして。あ、最高。はい、いきます。オープン your mind。 バン。うわー、うまそう。この黄金の照りつけ。パクパーン、バーン。金色の味のコスモ。ドリフになってドリフ。炊きたてご飯。これはもう完璧な炊き加減で炊きまして。はい、完璧です、はい、しかもこれいいお米ですよ、これ。あ、そうなん。はい、あの、もらいもん。そう、俺があの結婚した時に、うん、あの大学のね、うん、友達たち、先輩たちにお祝いいただきまして、うん、なんかこう、お米がこう小包装で入ってる、うん、なんかおしゃれなセットをもらって、で、その中の一つ、このお米の名前は忘れました。聞きたかったな。なんか、なんとか岩三郎みたいな名前。岩三郎。そんななんかゴツゴツした名前。忘れちゃいました。でも美味しいって書いてあったので。ありがとうございます、先輩たち。もう今回は好きなだけ持っていこう。いいんですか。うん、お互いこうやって好きなだけ持っていこうよ。じゃあ、よーい、どん。タイマタック。でかいの、でかいの。うわー、ようついてる。うわ、見える、これ。今のうちに、今のうちに盛れるだけ持ってやる。うわ、ちょっと待って、これ2匹分やんか。うん、全然ピント合わねえわ。そう、親切チャンネルやからな。うん、これ2匹分でもさ、2人で食べたら結構やで。だいぶありますよ。おー、ゴールデンルームを作りました。ゴールデンルーム、卵黄の部屋ですか。そうです。
ゴールデンこの中央にですね、卵黄をポトッと落とすわけですよ。最高ですね。何が最高かって、うん、今がお昼時で、うん、あの休日で、はい、でしかもこれは釣った魚ですよ、うん、そうですよ、人生の最高が詰まってますなんて幸せなんだ。これ見る？せーの。あーやったやった。あーこれフィフスエレメントやったらこれで世界救えるからパーってあるべきところに返したら石を名作映画じゃねえか。白身はね、後で美味しくいただきますからね、うん、メレンゲクッキーなんか焼いちゃったり焼いちゃわなかったり。いや、焼かないね、それはそれは焼かないね。おふいうわうわいいよいいよ、すごい今体勢がきつい頑張って緩張していい？緩張すんな。バラバラバラ、彩りバラバラ、たまんねえこれ。わーいいね。いただきます。うわーおいしい。あーおいしい、うん、生姜が効いてていいね。うん、生姜入れてダセーかい。うん、ダセー一晩つけていい感じだな、むしろね。うん、なんかつけすぎかなって思ったけど。あ、そう？うん、ねっとりして、うん、すごいいい感じ。めっちゃいい。で、アジの身がね、もともと弾力があるから、うん、全然負けてないね、続けたけど。ゴールデンクラッシュ、ゴールデンクラッシュ。いやー今のが最高瞬間視聴率です。それでね、ここをね、うん、贅沢にですよ、こう、うわ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 いただきます。濃厚、うん、濃厚のねっとりさがね、マシマシ。いや、もう食おう、俺もクラッシュします。うんうん、クラッシュ、いってらっしゃい。クラッシュ&スクリューこれね、スクリューして、うわっ、これちょっとこうやってつけちゃって。あ、しゃぶしゃぶ式いただきます。おお、これやっちゃったわ。おいしい。やりすぎだよこれはこれよりうまい食べ物、うん、今持ってきてほしいっていうよねないと思うな、これに勝る食べ物は。持ってきてくれたら食べるこれより美味しいものやったら食べる食べる美味しくなっても食べる食べる。私はな、アジ一匹も釣れんかってん。だから今回人様のアジを味わってんのよ、うん、だから自分のアジを味わってみたい。まあ人様の味はするものだっていや、もう味って言いたいだけじゃん言いたいだけでしょ、今のインフンでくるなと思ってあの、クリスタルダンジョン見てるか。いや、フリースタイルダンジョンないな何その輝いてるダンジョンあ、アジの骨が大丈夫、ご飯飲み込み。あ、骨あった、中骨が。うわ、高校でお茶漬けにしよう。おこれがね、いいですか。いいですよ。ババ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 うわー、よし。あー、おー、最高。あ、美味しい。うん、もうこんなん分かるじゃん、うん、うまいってさ、うん、だからもう何も言わん。
わんぱくやな、あきら。完食。はい。うわあ、まだ味残ってるからね、こんだけ。おかわり。ん？おかわりしたい。おかわりする？うん。よおかわり。うん。一旦閉めようか。というわけで。何そのうさんくさいキャラ。今日はですね、アジのお茶漬け食べたんですけども、何点でしたか？誰の？よく知らん YouTuber やめて。じゃあ同時に言おう、はい、これ多分夫婦だったらシンクロできるはず、うん、うんうんうん、点数ね、何点満点、うん、100点満点、今回の点数100点満点中100点満点中って100点満点中、はい、点数はせーの92点。あっ。いや俺どこ、いや俺あのまだ骨刺さってるから打撃も引いたの